セーブル焼きセーブル焼きはフランスのセーブルで生産される時期。ヨーロッパで初めての時期は1709年にザクセン王国で発明され、その首都ドレスデンに近いマイセンを生産拠点とした。シャンティーの窯で南質時期に柿モ門風の写しを施していたデュポア兄弟は当時のフランスのオ蔵クラ大臣オリード・フリビーに招かれ、 1738年、パリの東端に位置する番宣具に釜を構えた。しかし、デュポア兄弟の持つ技術は十分なものではなかったため、初期の試みは満足のいくものではなかった。開設4年後に、デュポア兄弟を追放する形で投稿のフランソワグラバンが組織を再編成し、その後の成果で、貴族たちの関心を集めた。 この後、ルイ15世や、その交渉ポンパドゥール夫人などの出資を受け、パリとベルサイユの中間に位置するセーブルの町に移って、王立用となった。この時期の成果として、中でも、有名だったのが、ブリュド・ロアと、ポンパドゥールのバラ色と呼ばれる有薬だった。ブリュド・ロアは酸化コバルトを顔料とした、濃紺色で、他の何人も使えない金色とされた。ポンパドゥールのバラ色は、 中国の最優の影響を受けた優雅で洗練された色でポンパドゥール夫人が特に好んだと言われる。その調合法は科学アカデミー総裁のエローが握っており、彼の死と共に失われている。セーブルでは成功な軟質磁器が作られたが、もともとマイセンの硬質磁器の模倣が目標だった。1766年にリモージュ近郊で、 カオリン交渉が発見されたのを受けて製造実験に入り1796年に新製の高質時期が作られた。海洋の経緯からフランス革命時にセーブル洋は破壊されて閉化ましたがナポレオン一世によって再興され1824年には国立セーブル島磁器製作所が作られて現在に至る。セーブル焼きは 豊かな彩色を駆使したロココ様式の絵画表現による装飾が最大の特徴である。よって一枚の値段が大変高く高級な時期である。ここでフランスの時期生産技術が発達し、後にはリモージュへ技術が渡り、リモージュ焼きは量産時期として普及した。ポンパドゥール夫人のために建てられた広い上館を改造したフランス国立陶芸美術館が、 トラムのセーブル駅のすぐそばにあり、現在ここで、美しいセーブル焼きを、はじめ数々の時期を鑑賞することができる。h t t p w w w s e <ス> v r <ary> e s c i t e c e r a m i q u e f r スラッシュ。ありがとうございます。